メスメリズムの語源でもあるフランツ・アントン・メスメルの肖像画動物時期説、またはメスメリズムとは18世紀にドイツ人医師のフランツ・アントン・メスメルが主張した人間や動物、さらに植物も含めたすべての生物が持つとされる目に見えない自然の力及び、それを用いた医療技術のこと、動物時世とも、 メスメルはこの力が地位を含む肉体への影響があるものと信じており何度もその科学的立証を試みたが失敗に終わった。メスメルの理論そのものは当時においてすでに否定されていたが治療術自体は何らかの成果があるとみなされて研究は続きやがて催眠術や催眠療法へと発展する。19世紀に正規論は欧米で 多数の信奉者を生み出し普及した。専門医はメスメリストよりもマグネタイザーと呼ばれることが多かった。1779年に登場してから約75年間、医学の重要な専門分野とみなされ、さらに50年間影響力を持ち続けた。1766年から1925年にかけて何百冊もの専門書が刊行されたが、 今日ではほとんど忘れ去られている。まだ一部の国では、メスメリズムは依然として、代替医療の一形態として実践されているが、医学的には認められていない。動物磁気説の大元は、ドイツ人医師のフランツ・アントン・メスメルが18世紀に提唱したものである。古来より、磁石は空間を隔てて採用し、物と物との間に働く目に見えない力としてよく、知られていた。 また、当時の科学常識として、エーテル仮説のように空間には、不認知の流体が満たされていると考えられていた。メスメルは、この流体を磁気に似た性質を持つ、磁気流体と仮定し、生物も含めた物質内を貫流し、生体相互で作用しているとした。この時、生物の体内に滞在する流体を、動物磁気と名付けた。その上で、 メスメルは体内においてこの時期に不均衡が生ずると病気になると考え、これを均衡化させることが当時治療法が不明であった。病気の治療になると着想した。1774年にメスメルはヒステリーを患っていたフランシスカイ・スターリンの治療の一環として鉄分を含む腸合剤を飲ませた後、身体のあちこちに磁石をつけ、人工的な看板を起こした。 彼女は体内を流れる不思議な液体の流れを感じたといい、数時間後に症状が緩和された。しかし、メスメルはこれは磁石で治療されたのではなく、自分の体内に蓄積された動物磁気を彼女に与えた結果だと捉えた。以後、メスメルは磁石を使わず、動物磁気の訓練を受けた者が患者に暗衆などを行い、自らの磁気を与えることで治療ができるという学説を、 唱え、また実践した。動物時期に基づく治療法とは、具体的には治療者が、自らの時期を患者に当てることで、あえて患者の体内の時期を乱し、それによって時期を均衡させ、治療するというものであった。この患者の時期を乱した際に、相手に、痙攣や失神が起こり、これを、クライシスと称した。初期において、メスメルは個人を相手に治療したが、 これはまず患者の前に座り、膝を相手の膝につけ、両手でその親指を押さえ、また目をじっと見つめる。肩から腕に沿って手を動かし、患者の記録部に指を押し当て、時には何時間も手を当て続ける。多くの患者は、得意な感覚を覚えたり、蒸気のクライシスが起こり、これを治療の成功とした。治療の最後には、ガラス製のアルモニカという楽器の演奏で締めくくる。 こともあった。1780年になると、メスメルは個人で治療しきれないほどの患者を抱え、バックエイという集団治療法を確立した。この治療法を観察したイギリスの医師は以下のように記録している。部屋の中央に約1フィート半の高さの器が置かれていて、ここではそれをバックエイと呼んでいる。周りに20人の人々が楽に座れるくらいの大きさである。 それを覆う蓋の端近くに、それを囲む人々と同じ数の穴が開けられている。その穴の中に、患者に適用されることになっている、体の部分に応えるために、右側に曲がった、高さの異なる鉄棒を差し込む。鉄棒の他に、バックへと患者の一人をつなぐラオープもあり、そこから別の患者たちが数繋ぎなって一周する。最も著しい効果は、メスメルが近づいたことで生み出される。 メスメルは患者に触れることなく、手間だは目の決まった動きだけで流体を伝達すると言われる。私はその効果を目撃したという人、手の動きで痙攣が引き起こされ、治ったりしたという人の何人かと以前話したことがある。メスメルとその治療法は当時のフランスで広く知られることになるが、後日のように1784年にルイ16世紀の直命を受けた。 フランス王立委員会は、時期流体を否定し、また、同時期に、プロイセンのハインリヒ大公の前で行った、治療実演の失敗によって、メスメルは凋落し、姿を消す。その後、動物磁気説の理論は、弟子のピュイゼギュール公爵やハリア神父に引き継がれ、最終的には、ジェームズ・ブレードによって、催眠術として学問的に確立した、マグネタイザー内視、 メスメライザーという用語は動物磁気を研究し実践する人を指す。これら用語、呼び名はメスメリストやマグネティストとは明白に区別され、こちらの場合には動物磁気説やその支持者に対する批判者という意味合いを持つ。あるいはヒプノティストやヒプノシストも区別される。マグネタイザーの語源はフランス語のマイヤ・ディーズルに由来し、 さらにこの単語は同言語の動詞マグネタイザーに由来する。この用語はメスメルが提唱した磁気による効果に類似していると考えられていた磁気流体を操作し他者に影響を与えることができる力を持つ人物のことを指した。例えばアントワーヌ・ジョゼフ・ゴルサスはマグネタイザーとは生命力の動詞であると表現した。イギリスのマグネタイザーの間で 自分たちの臨床技術をメスメリズムと呼ぶ風潮が現れた。これは自分たちの動物時世の理論と磁気流体に基づく理論と区別したかったためである。当時のマグネタイザーたちは磁気流体と考えられていたものを操作しようとし、時に彼らはそれを手の上に置くことを試みた。この結果、激しい熱、震え、トランス、発作などの症状が現れたことが報告されている。 フランスの医師、解剖学者、婦人科医、物理学者であったジョゼフ・フィリップ・フランソワ・ドゥルーズなど、多くの医者は、科学的なアプローチをとっていた。彼の弟子の一人であるテオドール・レジェは、メスメルに由来する、メスメリズムという名称は、最も不適切だと断じている。1846年までに、科学者、ルイージ・ガルバーニに由来する、科学的作用で発生した電流を意味する、 ガルバニズムの語が電気に置き換わったことに着目して、レジェはその年に次のように書いた。動物自世という用語を置き換えることに関して提案されている変更案の中で、メスメリズムは明らかに最も不適切である。第一に正しい科学において特定人物の名前に由来するものはありえない。第二に、この名誉の元となる、メスメルの実績とは何ですか 彼はこの理論の実践部分における発明者ではない。なぜなら科学の実用的な部分はそれよりもはるか昔に遡ることができるからだ。そうした意味では彼が構築した部分は完全に放棄されている。現在に交流していることについて彼は誤った理論を提供し、そのためにそれは我々の進歩に致命的なものとなっている。 科学者たちが我々の主張を立て直したことについても、彼は何も話さなかった。実践や理論においても、また科学的な発見においてもメスメルに起因するものなど何一つないのに、なぜにメスメリズムと呼ばなければならないのか。1784年、ルイ16世に任命された二つのフランス王立委員会は、メスメルの直流大説を科学的に立証しようと研究を始めた。 科学アカデミーの委員会には、マジョルト、ベンジャミン・フランクリン、ジャンシルバン・バイー、ジーン、バティスト・レロイ、サリン、ジーン・ダーセ、デボリー、ジョゼフ・ギヨタン、アントワーヌ・ラボアジエラも参加していた。王立医学協会の委員会は、ポイシニー、クロード、アントワーヌ・カイ、モドゥート・デラバルネ、アンドリー、アントワーヌ・ローランド受衆で構成されていた。委員会は、 メスメルが主張した治療法が実際に治癒効果があるものであることには同意したが、彼が主張する磁気流体の存在を示す証拠はなく、その効果は被験者の思い込みの産物化、偽者に由来するものと結論付けた。一世代後の1826年にパリオーリズ医学アカデミーは多数決によって別の調査委員会を立ち上げ、メスメリズムの効果と臨床的可能性を研究した。 ただし、メスメルが提唱した磁気流体の存在証明を確立しようとはしなかった。その報告書には以下のような文言がある。我々が実験の過程で観察したものは1784年の報告書におけるマグネタイザーたちに関して述べられたことと全く類似性がない。我々は流体の存在を認めることも否定することもしない。なぜなら我々は その事実を検証していないためである。我々は、バックエーとは言わないし、大勢の人々の前で彼らを承認として直化されたとも言わない。なぜなら我々の実験はすべて最も完璧な、静寂の中で行われ、常に一度につき一人だけに行ったからである。我々は、クライシスという言葉も口にしない。イシスリベラタ、ボリュームに p 1 9 9結論部ではこう。 述べられている。時期は、性別や年齢を問わず、様々な人に影響を与える。一般的には健康の健全な人には作用しない。また、すべての病人に作用するわけでもない。我々が、このような状態が存在すると確信を持って、結論づけることができるのは、いわゆる投資や直感、内的余地と呼ばれる新しい能力の発現が見られた時であり、あるいは無感覚。 突然の大幅な力の増加など身体的特徴にも大きな変化が見られた場合、そしてこれらが他の理由で説明できないからである。我々は実機化作用だけではなく、被験者を完全な無遊病状態にして、彼を無意識のうちに彼の視野の外で一定の距離で間にドアがある場合でもそこから連れ出すことさえできた。我々が観察した無遊病者の多くは、 完全に無感覚であった皮膚を摘んで傷跡を残したり、爪の下をピンで刺したりしても痛みを感じず本人も気づかないほどであった。最後に下下手術の中でも最も痛みを伴うものを施したが、それも無感覚であり、表情、脈拍、呼吸にわずかな感情の揺れも現れないケースもあった。時期は6インチでも6フィートの距離でも同等に強く、 迅速に感じられ、発生する現象は、どちらの場合でも同じである。時期は、医学の領域において許可されるべきである。イシスリベラタ、ボリュームにピアニッシモ、283から293、バックウェイ。大きなテーブルの周りにたくさん人がいる応接室の絵。松葉杖をついた男は足首に、鉄の帯を巻いている。グループの他のメンバーたちも、同様に手をつないでいる。 左側では、男が女を自家している。1857年の広告ポスター。瞬間的な睡眠や麻痺の影響、部分的、または完全な強行症、部分的、または完全な未了など、様々な効果が歌われている。他に、フレノス時期効果音楽的エクスタシー身体の痛みに対する鈍感と即座の覚醒他者への譲とある。ファリア神父は、 メスメルの弟子の一人で、王立委員会の結論を受けて、メスメルの研究を続けた。19世紀初頭、ファリアー神父は、東洋の催眠術をパリに紹介し、トランスなどのメスメリズム現象の発生理由に、特別な力は必要なく、決定的な原因は、被験者自身の中にあること、つまり、純粋に暗示の力で作用することを証明する、実験を行った。 催眠術は、スコットランドの外科医、ジェームズ・ブレードによる造語であり、1841年に、シャルル・ラフォンティーヌがマンチェスターで行った、動物時期の工業に影響を受けている。ブレードは1851年に書いた文章の中で、メスメリストたちが生み出したとされる一種の工事の現象は、催眠術に必要ないと断言している。そして、 メスメリストたちの超越的なメスメリズムとは対照的に催眠術とはオカルト的な影響の伝達されることによって誘発される人為的な仕掛けによって神経系を得意な状態にすることを意味している。生理学や心理学で一般的に認められている原則と一致しているため合理的メスメリズムと呼ぶのが最も適切であろう。ブレート P6 メスメリズムと呼ばれる理論や実証は非常に多岐にわたるがメスメリズムと催眠術にはどのような定義があっても研究によって実質的に大きな違いがあるとされている。1791年にロンドンで発行された出版物にはメスメルの生態流体の理論が説明されている。現代哲学において 全ての空間にはそれを占める流体物質が存在するという完全、または普遍的な原理を認めている。そして世界を移動する全ての物体には穴があるように、この流体物質はその間劇を通ってそれ、自体を引き入れたり、戻したりするが、その時に発生する電流によって、磁石のように一つの体を通って、別の体に流れることで、我々が動物磁気と呼ぶ現象を引き起こす。 この流体は非、空気、精神からなり、他のすべての流体と同じく平行を保つ性質がある。従って、体を互いに作用させることによって、動物電気が生じることは容易に想像できるが、実際には一方が他方よりも運動量が多い二つの体の間で生じているに、過ぎない。この現象は運動する媒体が二つの体の間で平行状態になるまで、 最も運動している方が、そのもう一方に、それを伝え、そしてこの運動の平等性が、動物電気を生み出すことを立証するのに意味を持つ。18th Century Collections Online、ロンドン、ピアニッシモ、1112790年に、編集者、ジョン・キアソンが発表した一連の手紙の匿名の筆者によれば、動物時期は、オートから、 クライシスと呼ばれるものまで幅広い効果があるという。この治療法の目的は病気の原因となっている体液系の免疫システムの障害を取り除くというものであり、その手段として体にショックを与えて痙攣させることであった。さらに動物時期説の匿名の支持者はクライシスが2つの効果を生み出すと主張した。一つ目は時期の影響によって 自我を消失した個人は感覚があるように見えても説明可能な生物ではなくなる。そして二つ目には驚くべき状態があり、それは対象者に与えられた、すなわち完全で遮るもののない視界言い換えればすべての不透明さが取り除かれ、すべての物体は光り輝き透明になる状態である。クライシス状態の患者は体の中を見通すことができるようになり、 自分自身や他の患者の病気の原因を発見することができると信じられていた。1784年にピュイゼ・ギュール公爵がビクトルという青年を奇跡的に治療できたのはこのクライシスに基づく治療法であったとされた。公爵はビクトルに催眠術をかけることができたと言われており、術中のビクトルは明瞭に話すことができ、 自分の病気を診断することができたと伝えられている。ジェイコブ・メロはその著書の中で動物時期がどのように作用していると考えられているのか、そのメカニズムのいくつかを紹介している。メディアを再生するジョルジュ・メリエスが制作したメスメリズムに対する風刺作品動物時期の研究の流行によって、フランスでは調和学会が設立され、 その技術を学びたい者は会費を払って入会した。例えば、パリの哲学的調和学会の会員であったジョンベル博士は、同学会からイギリスでの動物時期の講義や指導を行う資格を与えられていた。このような学会の存在は、動物時期を秘伝の技術に変え、実践者や講師は、金銭的な利益に基づいて、技術の教授がなされるべきであり、 無料で他者にその技術を公開することは不公平であるというような考えに侵食されていった。こうした秘密主義の強まりは動物時期に対する会議的な見方をもたらしたが、その支持者や実践者は誰もが簡単に技術を取得することができるとアピールしていた。動物時期の普及はロマン主義時代の新聞雑誌や劇場で非難されて上昇の的であった。 演劇的な狂言やペテンであるとみなされていた。ある1790年の出版物には、編集者が動物時期の熱心な支持者が書いた一連の手紙を紹介した上で、次のような自分の見解を付記した。狂信者が、これほど、高頭無形な考えを漏らしたことはない。マグネタイザーの連中よりも、これほどばかげた受け売りの保証や現実離れした、治療法の歴史を語る。 厚かましい経験主義者はいない。イギリスの小説家であり、劇作家でもあったエリザベス・インチボルドは1780年代後半に、その名も、動物時期という名の滑稽芝居を書いた。複数の三角関係と、動物時期の不条理を中心に展開されている、筋書きであった。次の一節は、動物時期の資格しかないものの医療能力を、嘲笑している。 彼らは私に卒業証書を与えることを拒否した。つまり私がただ些細な言葉を知らないというだけで医者として活動することを禁じたわけだ。だけどな、私は理性と自然の法則に従って自分の職業を全うしているのだよ。死は当たり前のことではないか。もし私の患者が私の手で何十人と亡くなったところで、それは自然なことではないのか。 インチブルド、エディザベス、アニマルマグネティズム、P 級動物磁期による治療だけではなく、磁期を使って患者に自分への恋愛感情を抱かせようとする医者の執着をインチボルドはユーモラスで軽快な物語に仕立て上げたが、この劇はこうした行為が脅威であることを社会が認識していることに言及していたことを示している。デマイナンデュックは1787年に 動物時期をイギリスに持ち込み、社会的に広めた。1785年にはイギリスの女性たち向けに健康学会の設立を提案し、これによって金銭を支払って彼の治療に参加し、楽しむことになった。人気と会議の両方が高まるにつれ、動物時期が女性の性的搾取につながると確信する人が増えていった。 動物時期は体に手を触れるという密接で、個人的な接触を伴うという話だけではなく、動物時期史が女性に催眠術をかけ、自由にコントロールできるのではないかと心配されていた。教会では、メスメリズムを一部認める布告もしていた。すべての誤解や未来の予言に関するもの、あるいは、明示的ないし暗示的に悪魔を召喚するようなものを、 除外した上で、動物時期の利用は、実際のところ他の方法では、許可されている、物理的な行為に過ぎず、従って不正な目的や堕落に向かうものでない限り、道徳的に禁止されるようなものではないのである。The Secret Congregation of the Holy Office,28、従来1847、1790年代の、イギリスでは、 フランス革命をきっかけとした内政干渉に対して一部の求心派が動物磁気を単なる道徳的脅威ではなく政治的な脅威であるとして利用していた。サミュエル・テイラー・コールリッチは政府の抑圧に対して社会に警告する多くの講演の中で次のように書いている。偉大な政界の動物磁気師であるウィリアム・ピットは英国人の病んだ空想に 最も悪意を持って働きかけ国民を熱狂的な眠りにつかせ、今、死をもたらすかもしれない危機に陥れようとしているのだ。リクオテッドフロム・ファルファード・ティム・コンダクティング・アンド・バイタル・フルイド・ザ・ポリティクス・アンド・ポエティックス・オブ・メズマリズム・イン・ザ・ 1790S ・スタディズ・インド・マンチ・シズム43.1・ピコグラム1・大物政治家や 権力者が一般民衆に対して動物磁器を使用していると急進派たちは避難していた。歴史家のロイポーターは論文アンダーインフルエンスメズマリズムインイングランドの中でフランス人が動物磁器を使ってイギリスを侵略しているとジェームズ・ティリー・マシューズが示唆していたことを指摘している。マシューズは磁気スパイがイングランドに侵入し動物磁器の波動を用いて 政府や国民を服従せしめようとしていると考えていた。このような外国からの影響による侵略は過激な脅威と認識されていた。イエーツによれば、メスメリズムは世界各地で人間の深遠な病気を治療するための治療介入として用いられ、また家畜や農場、サーカス、動物園といった動物の治療にも用いられてきた。ロマン主義の時代には、 メスメリズムは精神的、宗教的な文脈で熱狂を生み、また恐怖心も刺激した。医療行為としては多くの人々から信用されていないが、精神的な癒しの場を作り出した側面があった。動物時期学者の中には、動物時期から得られる物理的な利益よりも、むしろ精神的な利益を強調して宣伝し、それに感化された者たちから、 有料な顧客を集めることができた者もいた。ヨハン・ペーター・ランゲやアラン・カルデックなどの研究者の中にはイエスは最も偉大な直期死であり、彼の奇跡の源は動物時期であったと示唆する者もいた。しかし、ジョン・キャンベル・コルク・ホーンやメリー・ベイカー・エディのような作家たちからこのような比較は非難を受けた。特にエディは道徳的及び肉体的な死につながるとまで主張した。 20世紀に入っても動物時期に関する研究は散発的に行われており、その成果が発表されている。例えば、ベルナールグラッドは、オスカー・エステバニーという評判のある治療師を観察し、いくつかの論文を書いている。ありがとうございます。